オリンピックは彼女の夢ですからね、ぜひ叶えてほしいと思います。縄はスピーディーな曲に合わせて早く動くのが大変だけど、メリハリのあるダイナミックの動きを見てくださいと言っています。あのスピード感がないっていうのがあの彼女の欠点だったんですけれども、はい、今年はそれを克服しようとする努力がよく見えますね。秋山さんは練習中どういう指導をなさるんですか？あの曲をきちんと解釈することが最大のテーマだと思います。そして一つ一つのテクニックは正確に行う、どちらも忘れてはいけない部分ですね。体を持つ松永さんですから、練習次第ではかなり伸びると思うんですが、大変練習熱心な選手ですから、これからますます、上手になっていくと思います。バランスを崩しました。